我が、冷え抜き一揆は、天正十八年、欧州潮木に反発した、道の区国の国人領主が、潮木軍に対して起こした、反乱のことである。慶長の我が氏の一揆については、岩崎一揆を参照のこと。豊臣秀吉は、天正十八年、小田原征伐の軍を起こした。関東、大愚の領主。 大名たちは続々と小田原に参人し、秀吉軍に、加わったが、小田原に参人しなかった、結城義地下、石川明光、江差市和常、河西春信、大崎義高、我が義忠、ひえ抜き広忠は、その後の欧州新域によって、所領没収、上地追放の処分となった。ひえ抜き氏が上地を追放された後の豊ヶ崎城には、秀吉の武行である、 浅野長政が入場して諸将に合令し、欧州潮木軍は、平泉周辺まで進撃して、我ら在地領主の諸城を制圧した。浅野長政の家臣が大官として進駐し、新体制への移行が進められ、検知などを行った後、軍代、大官を残して、欧州潮木軍は引き上げた。検知に対して、不満を抱いた大崎氏、加西氏、 伊沢軍の柏山氏が没落大名の急進、農民らが、欧州潮木軍が帰るや10月に一騎を結んで、各地で放棄し、木村義喜よら、秀吉の派遣武将を打ち、勢いを振るった。この時、我が軍や冷え抜き軍でも、この騒動に強調して、我が吉忠田田、冷え抜き広忠らが放棄した。一騎勢は、10月23日我が市の元居城であった。 双子城の朝野長政大官、後藤半七を吸収して攻略し、我が市の丘陵を奪回した。その勢いで、豊ヶ崎城を二千余命が包囲した。一騎勢二千は、少し、前まで、現役の始卒で土民の一騎より、遥かに戦慣れしており、それに対し豊ヶ崎城大官、朝野十吉の城兵はわずか百騎と、足軽百五十人ほどしかいなかったが、城が、 天然の要害の地にありなかなか苦情しなかった。秀吉から北欧に領地を安堵されていた南部の信長は小塚田城に軍勢を集結させて自らが500機ほど引き連れて豊ヶ崎城へ救援に駆けつけ11月7日城を包囲している一気勢に攻撃を仕掛け囲みを解いた。南部軍は豊ヶ崎に一旦入城したが積雪期が近づき、 冬に城を守り通すのは困難であると判断、城を捨てて、朝の十吉らを連れ南部市巨城の三古城に撤退した。結果、豊ヶ崎城を含め冷え抜き市の給料も一気勢の手に渡った。こうして、豊臣政権が大海に派遣した、軍大、大官はことごとく、給料種の軍勢によって駆逐された。 これら大規模な一揆と、翌天正19年南部領内で火を吹いた、野戸正美の乱の鎮圧のため、秀吉は、天正19年6月20日号令をかけて、欧州最終機軍を編成した。白川口には、豊臣秀次を総大将に率いられた三万の兵に、徳川家康が加わり、仙北口には、上杉景勝、大谷義継が、津軽方面には、 前田利家、前田利長が、相馬口には、石田三成、佐竹義重、宇都宮国綱が当てられ、伊達政宗、もがみ光、小野寺義道、戸沢三森、秋田佐根末、津軽ための村にはこれら諸将の指揮下に入るよう、指示している。欧州最小紀軍は、大羽に侵攻し、ガモウジや浅野長政と合流して、一期を平定しながら北進した。 我がしらも、眼鏡に抵抗したものの、西終機軍に鎮圧された。我が吉忠は闘争の途中で土民に殺害されたという。その後この領地は、南部信長に与えられ、我が氏、比江抜きは没落していった。これを恨んだ、我が忠地下は、後に、再び一機を起こすこととなる。南部信長は、重心の北、た、周愛を、我が比江抜き八千国の城代とし、 北周愛は、豊ヶ崎城を、花巻城と改名している。岩手県編纂、岩手県市、第3巻中世編に塗料印刷1961年、岩手県和賀町編、和賀町市和賀ひえぬき一期 P395 から、400岩手県和賀町1977年。ありがとうございます。